杉浦隆は、日本の男性プロレスラー、総合格闘家、アマチュアレスリング選手。愛知県名古屋市出身。血液型 B 型、プロレスリングノア所属。元自衛官。ノアのタイトルであるグローバルオナードクラウンの合講座を、すべてを獲得した唯一の選手。また、ノアのデビューがいい一号レスラーでもある。杉浦がプロレストであったのは、小学五年生の頃であり。 テレビで初代タイガーマスクを見たその時に一瞬でファンになった。金曜午後8時は必ずテレビにへばりつき、ほとんどのプロレス中継を観戦。翌日の朝、学校で友達と前夜の試合について話したり、プロレスごっこで遊んだりしていた。将来はプロレスラーになると決意していたが中学には格闘系の部活がなく、超道場もなかったため妥協して、 小学時代からやっていたサッカーを続けることにした。高校生時代は柔道を経験、柔道二段であった。1988年秋、たまたまテレビで見た、宮原厚次に心を奪われ、タイガーマスクを初めて目の当たりにした時よりも強い、衝撃を受けた杉浦は、プロレスラーよりもアマレスラーになりたいと思うようになった。高校卒業後、自衛隊に入隊し、 体育学校に入校、レスリングを始める。寮に入ると、ベッドやトイレなどを常にきれいに保たなければならず、もし少しでも汚ければ、班長が部屋を荒らし、それを30分で片付け、掃除し直さなければならなかった。体育学校での1日は、毎日が合宿のようなものであり、走り込みやウエイトトレーニングまで、あらゆる運動を行った。 杉浦は週1回自衛隊とは別にレスリング道場に通って体を鍛えていた。アマチュアレスリングに進んでからはプロレスはあまり見なくなり、四天皇プロレスもこの頃は興味がなかった。1994年国体のグレコローマン 74kg 級で初優勝し、その後2度の優勝。1995年12月に行われた天皇杯。 全日本選手権大会では、グレコローマン8 2ラム級優勝の実績を持つ。1996年4月に、中国、商山で開催されたアジア選手権で3位以外に入賞すれば、アトランタオリンピックに出場できたが、あと1勝というところで出場を逃した。アトランタオリンピック終了後、杉浦は8 5ラム級で、シドニーオリンピックを目指すことにしたが、 オリンピック出場をかけた1999年の全日本選手権で大学生に負けて出場を逃した。その後、オリンピック出場を逃したため一般自衛隊員への移動を命ぜられるが、もうすでに自衛隊に残ることや一般企業に再就職することは考えておらず、プロレス転身に対する思いを胸に秘めるようになった。しかしプロレス転身の際に十九歳であった上に、 妻と一時を抱えていたため、公務員を辞めるかどうかで悩んでいたが、ある日妻が、これからどうするのと食事の席で聞いてきて、口ごもっていたら、プロレスやったらと言い出したので、自身の望みを打ち明けた。自衛隊 OB の本田多門を押したって、全日本プロレスに入団し、田上明の付き人となった。入団直後、デビュー前に同団体が分裂。 練習生のママミサワ・ミツハルが新たに旗揚げしたプロレスリングノアに移籍。2000年12月23日、有明コロシアムにおける、滋賀健太郎、金丸・義信、森島・武史戦でノア最初の新人レスラーとしてデビュー。2001年4月18日、プロレスリングゼロワンに初参戦し、アレクサンダー・大塚に敗れる。2002年6月23日、 総合格闘技プライド21に初参戦しダニエル・グレーシーに判定負け総合格闘技に挑戦したのはアマレスラーとしての忘れ物を探しに行くという感覚であり本人もこれについてアマチュア時代の気持ちが蘇って刺激になりますからねと話していた2003年9月12日マイケル・モデストを破り GHC ジュニアヘビー級王座に2005年6月5日、金丸と組んで丸富士度、丸藤聖堂剣組を破り GHC ジュニアヘビー級、タック王座を奪取。2004年7月に斉藤明とし、井上とダークエージェントを結成。一方で、ジュニア戦線では、金丸ともタックを結成。しばしば当時スターネスに在籍していた金丸に、 DA 参入を誘うが毎回低調に断られていた。また、団体以外の活動として、同年7月19日、プライドブ指導、その4体に参戦し、ジャイアントシルバにサッカーボールキックで小勝ちした。2005年9月、斉藤との DA 先輩後輩コンビで、GHC タック王座に初挑戦するが敗北。 2006年4月のパンクラスのヘビー級王座決定トーナメントに出場。約3ヶ月間練習期間を設けたものの、初戦での自流たに小牧を喫した。同年6月に GHC ジュニアヘビー級王座に再度君臨、さらに8月に金丸と組んで GHC ジュニアヘビー級タッグ王座を獲得し、ジュニア2冠を達成する。 しかし12月から翌年に1月に GHC ジュニア2冠を相次いで手放し、以降は中堅で終わりたくないという気持ちからヘビー級へと転向。2007年からは高山義弘や丸藤とタッグを組むようになり、10月27日には丸藤聖堂と組んで GHC タッグ王座を獲得した。2008年9月28日の戦局第五陣で、 シャンジヒベーロと対戦し、スタンドの膝蹴りで TKO 負けを喫した。2009年1月4日、三沢光春とのタッグで新日本プロレスの東京ドーム大会に出場し、中村信介、後藤博瀬大き組と対戦したが、中村の腕ひしぎ逆十字固めに破れた。この時に殺伐としたファイトで存在感を発揮したことが、後のブレークにつながったとされる。 それ以後定期的に新日本のリングに上がるようになり、7月には棚橋博史の保持する IWGP ヘビー級王座にノアゼで初めて挑戦するも敗退。8月には G1 クライマックスにも出場した。12月6日、日本武道館にて塩崎剛の保持する GHC ヘビー級王座に挑戦し、これをダッシュ。丸藤以来となる。 当時のグローバルオナードクラウンのグランドスラムを達成。これが認められ、12月10日に2009年プロレス大賞主勲賞を受賞した。2010年は1月4日のレッスルキングダムで新日本プロレスの後藤を相手に GHC ベルト初防衛に成功し、2月28日にプロレスリングノアザ・セカンドナビング10最終戦で後藤と同じ新日本プロレスのマカベ 刀タ相手に勝利を収めたほか、高山、秋山人志、塩崎、森島武しなど強敵を相手に防衛を続け、1年間ベルトを守り通した。この功績が認められてこの年のプロレス大賞、最優秀選手賞を受賞した。2011年1月1日付で、森島の公認として選手会長に就任する。同年1月15日。 大阪府立体育会館において、バイソン・スミスを相手に8度目の防衛に成功。防衛回数は単独2位となった。その後3月5日には、有明で、ジャイアント・バーナードを、そして3月21日の福岡国際センターでは、トレバー・マードックを退けて、防衛回数をついに2桁の10回に乗せた。トレバー戦終了後のインタビューで、鈴木実を挑戦者に指名する。 しかしそのインタビューで、杉浦が、東日本大震災の被災者への、落ち着いてから応援してくれれば、と解釈できるコメントに対し鈴木は全く異なる。意見を持っていたため、3月27日の6人、タッグマッチ戦で、鈴木に敗北した直後、鈴木から、俺は、お前に言いたいことがあると、前置きの上マイクを通して4分近くにわたり、プロレース間の相違についての怒りをぶつけられ、 バックステージインタビューでも、お前が俺と戦いたい ?100 年早いんだよ。と鈴木がコメントし、GHC 選手権の挑戦者指名を拒否されてしまう。だが、4月16日の後楽園、ホール大会に鈴木が来場し、杉浦の試合後にマイクを取り、鈴木が自ら挑戦を表明することにより一転して、カードが成立した。 そして5月8日の有明コロシアム大会にて鈴木とベルトをかけて対戦、オリンピック予選スラムで防衛に成功し、防衛記録は11回となった。続いて、同月の欧州ツアーにて自ら連続防衛戦を希望。一度防衛するごとに次大会で防衛戦開催を決定するというスタイルで3連続防衛に成功し、小橋の13回の記録を一気に突破し、 GHC 連続防衛新記録を達成した。また、グローバルタックリーグで同じくパートナー不在であった、ディスオーベーのモハメド・ヨネトタックを組出場し、即席タックとの下馬評を覆し3チーム隊の第3位の好成績を残した。これ以降、ヨネトのタックを継続する。7月10日、有明コロシアムでベルトをダッシュした時の相手であった。 塩崎と GHC ヘビー級選手権15度目の防衛戦を行うが、塩崎の変形ノーザンライトボムで敗れ、1年7ヶ月という長期政権から陥落した。同月23日、大阪府立体育館での佐々木健介戦では、試合開始直後から両者とも感情的かつ豪快に、やり合い最後はパンチでの殴り合いから両者ともダウン。そのまま両者子による引き分けになり、 決着がつかなかった。8月17.18日リファ、有明大会で開催された2レーズダック、トーナメントでは、アンムの青木敦史と組んで出場。1回戦で、秋山、小川吉成組と対戦し勝利する。決勝戦で高山と健太のノーマーシーと対戦したが、敗北を喫し、準優勝となった。9月29日に行われた。 プロレスリング、ノアの株主総会にて、同社の取締役に就任した。10月、潮崎の保持する GHC に挑戦するため、ケンタとの挑戦者決定戦を行ったが、ゴーにスリープで強鎮した。11月、グローバルリーグに出場する。序盤から連敗を重ねるも、ケンタをフロントネックロックで締め落とし128、秒殺勝利を収め、 会長に試合を消化させていたケンスケとの再戦では、オリンピック予選スラムで激沈させ、ケンスケのビクトリーロードを阻むなど、後半戦で盛り返し大検討の3位となった。12月、新日本プロレスの後藤の指名で青木をタッグパートナーに従え、後藤、串田組と対戦。串田をオリンピック予選スラムでホールを奪い、難なく勝利を収める。試合後、後藤が、 東京ドームでシングルでの再戦を要求しこれを承諾。東京ドームでの後藤との対戦はタック戦を含めて今回で4度目となる。1月4日、東京ドーム大会、レッスルキングダムにて後藤とシングルマッチで4度目の対戦。後藤の裏商店からの商店、改めてホールを奪われ、シングル初黒星となった。 同月中旬、丸藤と手を組み新ユニット、丸藤軍を結成、ディスオベイの解散に伴い、丸藤軍加入を申し込んできたヨネを、適正試験という名目で、シングルマッチを行いこれに勝利。試合後、ヨネのユニット加入に対し、保留とコメントした。3月18日の横浜文化体育館大会で、 森島武氏の持つ GHC ヘビー級王座への挑戦が決まっていたが、3月7日の試合後に体が激痛に襲われ、病院での診察の結果要ついつい看板ヘルニアであることが判明、17日の試合から欠場。8月25日の後楽園ホール大会で復帰した。欠場期間中に1 0 5ラムあった体重は8 9ラムまで減少したが、 増量しないまま、体作りをして復帰している。5月21日、箱舟新商大会で、ケンタに GHC ヘビーに敗れて以降、ノアを面白くする理由で悪に染まり、ノーマンシーに新加入した。12月31日、日本テレビ系列番組ダウンタウンのガキの、使いやらへんで、の年末特番、絶対に笑ってはいけない、地球防衛軍24時に出演し、 算数の問題を間違えた、ココリコの遠藤肖像に、罰ゲームでヘッドバットを食らわせるレッスラーとして番組に登場した。右肘不傷のため、1月の全試合を欠場した。1月29日、01の新木場大会において、田中正人が2月11日の後楽園、ホール大会にタッグパートナーとして、杉浦隆を連れてくると発言。 2月3日のノア高楽園ホールでの復帰戦に田中がセコンドにつきタッグ結成のアピールとなった。その後01ノア双方のリングでタッグで出場した。2月22日、ディファ有明にて健太を相手に GHC ヘビー級王座を防衛し、勝利者インタビューの後に長ダンスを踊っていた長田博士を背後から襲撃し、 神聖な緑のマットでヘンテコなダンス踊ってんじゃねえよ、バカ。と吐き捨て、同王座への挑戦を表明。3月8日、有明コロシアムにて挑戦するも敗れた。4月、グローバルタッグリーグ戦に田中と組んで出場し、優勝する。5月6日、01高楽園、ホール大会にて、大谷慎二郎、上風組に挑戦し、NWA インターコンチネンタルタッグ王座を獲得。 続いて5月31日、リファ有明にて、森島、マイバッハ組に挑戦し GHC タッグ王座を獲得、タッグ2冠王者となった。9月23日、新潟市体育館大会で自身もに初となる電流爆破マッチのリングに上がる。10月から11月にかけて行われたグローバルリーグ戦では、田中、長田を相手に星を落とすも優勝決定戦に進出。 同じく反対ブロックから優勝決定戦に上がってきた関本大輔を破り、初優勝を果たした。12月6日、有明コロシアム大会にて、丸藤の放置する GHC ヘビー級王座に挑戦し、30分を超える激闘を繰り広げるも、丸藤の虎王からの変形、エメラルドフロージョンを受け敗北した。12月9日、 弾丸ヤンキースとして田中とプロレス大賞の最優秀タッグチーム賞を受賞。1月10日、ザ・マイティ・ドンとニールに敗れ、GHC タッグ王座から陥落する。4月19日から5月4日にかけて行われたグローバルタッグリーグ戦では、前年同様田中と組んで出場し、決勝戦で KES を破り2年連続の優勝を果たす。五月十日、 鈴木軍に流出した GHC タック王座をかけて KES に挑戦したが敗れ、王座奪取はならなかった。9月19日、鈴木の持つ GHC ヘビーに挑戦したが敗れた。その後は飯塚隆史と交想を繰り広げる。12月23日、飯塚とのシングルマッチに勝利するが、同日のメインで鈴木を破り、GHC ヘビー級審王者となった丸藤に、 裏切りのオリンピック予選スラムを仕掛け、鈴木軍に電撃加入を果たした。翌24日、ノアは杉浦の選手会会長の解任を発表した。1月31日、鈴木軍入りしてから横浜文化体育館大会で GHC ヘビー級王座をかけて王者丸藤にイス攻撃を連発後、オリンピック予選スラムを決めて勝利し5年ぶりに同王座を体感した。 5月28日、塩崎に敗れて、GHC ヘビー級王座陥落。7月30日、塩崎とのランバージャックデスマッチに勝利し、最多タイとなる3度目の GHC ヘビー級、王座獲得に成功。10月23日、中島勝彦との GHC ヘビー戦に敗れ、王座から陥落。12月2日、メインイベントの GHC ヘビー級選手権試合。 中島 VS、鈴木実戦の試合後、鈴木軍のメンバーを蹴散らし、そして敗れた鈴木に裏切りのオリンピック予選スラムを決めて、鈴木軍から脱退。翌3日の d ィ f a 有明大会、メインイベントで、急遽、カード変更によって鈴木との一気打ちを行った。33分30秒の激闘の、末オリンピック予選スラムで勝利を収め、これで、杉浦は事実上、 鈴木軍を、ノアマットから追放した形となった。試合後には丸藤から、再び共闘を呼びかけられ握手を求められるもこれに、答えず、一人で、ノアの選手全員と戦うことを表明した。6月5日、心房細動の手術を行うため長期欠場する、ことを発表。10月28日、高楽園、ホール大会における、杉浦隆拳 OVS。 中島勝彦リオナ戦にて復帰。3月11日、横浜文化体育館にて、拳王が保持する GHC ヘビー級王座に挑戦し、これをダッシュ。12月16日、セーミやカイトに敗れ王座陥落。数ズマサ・サと、野沢・論外と、杉浦軍を結成。後に、大原はじめ、鈴木秀樹、桜場和志、藤田和幸も加入。 11月2日、新設された GHC ナショナル王座をかけマイケル・エルマンと対戦。勝利を収めて初代王者になると同時にグローバル・オナード・クラウンのグランドスラムを改めて達成。11月26日、谷口周平を破りナショナル王座初防衛。12月27日には杉浦軍工業、犬ども全員集合。後楽園で吠えろ。 を開催し、この大会は YouTube で生配信された。メインイベントは、杉浦隆桜葉和史 VS、藤田和幸、鈴木秀樹のタッグマッチ。重厚なレスリングを展開していたが、拳を率いる混合が乱入し、杉浦軍、VS 混合のタッグマッチに変更。最後は杉浦がピンフォール勝ちで大会を締めくくった。1月4日、後楽園大会で、 マサ北宮を破りナショナル王座2度目の防衛に成功。2月24日、名古屋大会でセーミア・カイトを破り3度目の防衛に成功。自らの生まれ故郷で旗揚げ20周年記念ビッグマッチの第一弾を締めくくった。試合後、田中ルが挑戦表明。3月29日、後楽園大会で田中を破り4度目の防衛。試合後には、 中島勝彦が登場し、杉浦隆防衛おめでとうございます。その赤くて美味しいベルト、シンプルに撮りたいんです。はっきり言います。挑戦表明です。どうですかと、次期挑戦者に名乗りを上げた。これに対し杉浦は、ファイティング TV サムライト DDT ユニバースのテレビカメラに向かって、視聴者の皆さん、中島勝彦、イエスかノーかと問いかけると、 しばらく間を置いて、おい、イエスらしいぞ。よしやろう。やってやるよ。場所は、どこでもいいと受諾した。5月9日、中島に敗れ GHC ナショナル王座を手放す。8月30日、桜場とのタッグで、塩崎中島を下し、GHC タッグ王座を獲得。その後、セミア・カイト&、稲村愛希組、正北宮&、ソヤが組、 丸藤聖堂船木正勝組を相手に防衛。12月6日、塩崎の持つ GHC ヘビー級王座に2年ぶりに挑戦。50分にわたる死闘の末敗北。3月7日、横浜大会で中島北組に敗れ、GHC 択王座を手放す。4月29日、藤田和幸を下し GHC ナショナル王座を2度目の大刊。 鍛え抜かれた肉体を駆使した寝技、投げ技が多く、詳細句なしのパワーファイトを展開し、技に移行する際の気合が、他のレスラーを圧倒するのも、特徴で新日本プロレスの実況では、そのパワーファイトスタイルから、重戦者と例えられることが多い。杉浦と同じく、アマチュアレスリング出身である、カートアングルの得意技を多く取り入れている。 史上二人目の GHC ジュニア二冠王者で、史上二人目のノアが主催するヘビー級、シングル、タックの両リーグ戦を制覇した選手。また、史上唯一のグローバルオナードクラウン前後、大座獲得経験者である。杉浦は、ロック音楽に造形が深く、ほとんどが、ロック歌手、グループの楽曲を使用している。ありがとうございます。